コンチャーマナーモードを解除することで、ゲーム音声を入れることに成功した翔太です。今回なんですけど、まあちょっとですね、今朝上げた動画に対してですね、まあ様々なご意見をいただいたっていうところでですね、まあちょっと謝罪動画を上げさせていただこうかなというふうに思います。今朝ですね、まあちょっとタイトル変えたんですけど、まあ現状ですね、まあ翔の花嫁は、まあ おすすめできないっていう風な、動画を上げさせていただいて、まあサムネイルもですね、まあおすすめしないっていう風に、していたかなという風に思います。で、まあ個人的にはですね、意見としては、まあ、変わらないんですけど、私の意見としては、まあ、ただですね、まあ、ちょっと表現が過剰だったのかなというふうに、思っておりまして、まあ、結構釣り動画っていうふうにですね、まあ、言われてしまったっていうところもあって、まあ、大変ですね、申し訳ありませんでした。まあ、性能がもうすでに出たと、まあ、勘違いですね、されたっていうところもあったと思いますので、まあ、かなり誤解を招く表現だったかなというふうに思って大変申し訳ありません。まあ、私がですね、まあ、言いたかったことはですね、ショーですね、花嫁化すると、まあ、おそらく、まあ、まず間違いなく耐久性能は上がります。攻撃回数はよくわかんないですけど、耐久性能は間違いなく上がります。で、耐久上がったらよし取るってなってで欲しくないんですよ、私としては。まあ、となって欲しくないというか、別に分かっていてなるのであればいいんですけど、まあ、例えばですね、白卓とか九天玄女、まあ、大使命もですけど、五角星のところですね、まあ、耐久が上がるですね、パッシブがあったり、小キビとか、ウッドハードも七角星のところで耐久が上がるようなものあるかなと思います。で、私ですね、まあ、特にウッドハートと、小キビ持ってますけど、七角星まではしてないんですよ。その理由が、七角星すると耐久性能が大幅に上がってしまうっていうところがあって、装備を外してもですね、まあ、そのキャラクターですね、できれば敵の攻撃で落ちてほしいのに、まあ、落ちてくれないっていう風な、まあ、現象が起こってしまうっていうところがあって、まあ、それはですね、まあ、ただ追走、まあ、その状態になったとしても、初心追走すれば一応元に戻すことができるんですよ。ですなので、まあ、それをすれば落ちるようになるかなというふうに思っているんですが、ショーっていうか、あの花嫁化に関してはですね、もう元に戻すことが絶対できないんですね。何をしようと、花嫁の遠定めスキルっていうのはですね、解放されてしまう状態になりますので、そうなった時にですね、ショーですね、まあどんだけ弱くしても絶対復活してしまう、復活か致命ダメージか分かんないですけど、してしまうっていうところ、少なくとも2回はするかなと思います。そういった状態になってしまうと、ショー落ちないやんっていう風な状態になってしまって、まあ私もですね、ちょっと落ちなくて困ってるんですよ、はっきり言って。まあショーですね、まあ、205、今私、ステージ回していて、ショーを使っているんですけど、205のバリアですね、のダメージを伸ばすためには、ショーの風波というよりは、まあ、別のバフをですね、まあ、火力を持ってあげたりとかした方が本当はいいんですけど、まあ、私ですね、もうショーをですね、ちょっと昔、多少育成してしまったっていうところがあって、本来であれば、私、今、上ですね、弱い子3名並べているところに、まあ、ニビアンと、ショーと白卓が出てくるようにしているんですけど、まあ、本来であれば、まあ、武将の裏から源博正が出て、さらにその次ですね、ショーが落ちて別のバッファーを入れたかったんですよ。まあ、ここで言うと、まあでもかぐや姫かな、私が持っているキャラクターで言うと、まあ、本当はまあ入れた方が火力が出るんで、まあ、私は今これ火力足りてるんですけど、火力足りない場合はさらに追加したかったんですけど、ショーがですね、落ちないっていうところで、ショーがどうしてもスキルに打ってしまうっていう都合上、それができないというところで、まあ、ちょっとですね、なんか私最近火力ちょっと足りたい足りなかったり、よく見るとしている部分があるかなと思うので、できればですね、別のキャラクターを入れたかったなというふうには、まあ、思っているんですが、まあ、ショーですね、耐久が育成できてしまっているせいで、装備外しても落ちないというふうな、まあ、現象になっています。で、皆さんにですね、まあ、ショーをですね、花嫁取ってもらった時にですね、まあ、戦役で落ちなくなるかなというふうに思っていて、まあ、裏からですね、別の副将を出す、まあ、デバフキャラクターでもいいですし、バフキパーでもいい、どちらでもいいかなというふうには思うんですけど、出すっていう戦法が使えなくなるっていうことをですね、ちょっと、できればですね、まあ、検討いただいた上で、
撮るなら撮る、撮らないなら撮らないっていうのをまあ決めてほしくて、まあ、今朝ですね動画を上げさせていただきました。今回はですね、かなり誤解を招く表現をしてしまって、まあ、大変申し訳ありませんでした。今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。